さあ始まりました。10月ということで、バモちゃんの来るもの拒まず去るもの追わずもですね、改変期ということでですね、今日からですね動画での、配信ということになりましたので皆様よろしくお願いします。今日はですね、片目で、モニターでですね、週明けイレブンの第124回ホンダ FC 井端さんのオンライン戦インタビュー、そしてチャンピオンズリーグ特集、ヨーロッパじゃないです、地域チャンピオンズリーグ特集1出場チーム決定の方の、放送を見ながらですね、プレミア公開のね、そうプレミア公開の9時から、はい、10月から9時からになりましたから、はい、それをまさに今リアルタイムで見ながら、見ながらですね、あるピッチャー戦で BGM ありつつも来るもの困らずを収録中っていう、そうですね、皆さんもう10月ですよ、うん、お風邪は引いてないですか。いきなり天候のが涼しくなってね、我々今片目で見てる広告がずっと流れてますね。本当だね、はい、プレミア公開って冒頭から広告入るんだな、うん、雪山の広告が流れるんですね、このパソコンだと、あの皆さん勘違いをされないように一応言っておきますけど、この広告というのはですね、我々は選べないんですよ。そうですよ、皆さんの、何に興味があるかというものをですね AI が勝手に決めてですね流してるんですけれども、参謀長のパソコンではなんと韓国語の字幕の入った謎のこれビズリーチじゃねえか、ビズリーチですかビズリーチじゃねえかこれの広告ですか。そんな気配がする。なんかわからん、こんなの興味あるんですか。知らんわからんということでですね、サッカー界ではですねいろいろ大変なことが、起きていますね。本当、またこの1週間で何かありましたか。やっぱ今日のホットなニュースといえばですね、5人ほど伊勢谷友介が、伊勢谷友介さん、ご伊勢谷が出たというと、ご伊勢谷、はいはいはい、ということでですね、サッカー関係で、サッカー関係で出たということで、ああそう、まあ、具体的な名前を出すとあれなんですけども、まあ、ヒントで出すとね、近畿キッズ大学、近畿キッズ大学、そこのキッズたちがですね、キッズたちがね、キッズ5名ほどがですね、うん、なんとタイマーズだったということで、ああ、近畿キッズがタイマーズ、タイマーズだったんですよ。そういうこと、わかりやすい、そうなんだ、なんか内部告発だったそうですよ。あ、そうなんだ、選手の、うん、で何かの大会を出場辞退などをするということで、やっぱ金を持った、まあ、全員とは言わないですけど、金を持ったしまったサッカー選手の一部というのはやっぱこうやってダメになっていくんだなという象徴で、まあ、あくまでも ね、うん、一部ですけれども、ダメですよ、まあ、こういうやつがねサッカーをダメにしてね、今まで応援してきた人を裏切りですね、うん、ダメにしていくんですよというニュースでしたね、うん、まあ、大変って言っても大して大変じゃないか、多分そうだな、1週間も経っちゃうと埋もれるニュースなんじゃないの。埋もれるニュースですね、日本中でいろんなこと起きてるからさ、うん、うん、ね、お、週明けイレブンが今始まりましたね。マナちゃんが手振ってますね。マナちゃんが手振って首がすごい揺れてますね、うん、9時スタート、なんか新鮮、こんばんは、お、皆さんコメントしてくれてありがとうございます。まあ、チャット欄お前が読みがうめたらあんまり意味がないと思うそうだね、いや見てますよっていうことをちゃんとねお伝えしたいなと思います。今日これ第31回の10月のね、はい、最初の来るもの拒まずですけど、はい、今日割と実験的な収録をしてまして、そうですね、番組改編してね、スマホでこれだって今回動画です、私のスマホでね、うん、はい、まあ、都内でね、うん、お、暗くなった、お、はい、見ての通りここだけはアナログに今画面はね、来るもの拒まずのサムネイルが映ってますけどね、ちゃんとこれ動画なんですよ、これ、そうなんです、ね、はいはい、パルスイート、これ参謀長の指です、本当ね、というスマホでね、ちょっと今日 PC が今目の前にないのでね、うん、ちょっと試しにやってみっかっつったらね、そうそうそう、ちゃんとできたねと、これで多分これプレミア公開で見れてると思うんでね、うん、でそろそろ動画にしようぜって言って
顔を出したくない私の苦肉の策がこれ。そうだね、うん、サムネイルを、別のあれでこうやって置いてるだけっていうね、置いといて、ね、はい、新しいやり方やっておりますが、あの聞いてる人にとっては何らいつもと変わらない車の駒場図だったそうですね、はい、ちょっとあのなんかいつもと画像違うなと思ったらそういうことだと思って、はい、あの決して皆さんのパソコン、スマホ、iPad の不具合ではないということだけはお伝えしておきたいな、はい、夫のサボチョのスマホで、スマホで録画収録してますということで、うん、はい、以上ということでお願いしますね。ですね、今日が10月の5日なので、昨日ですね、ついに関東リーグのボンズ市原の配信をが、昨日の結果をもってとりあえず今シーズン最終戦だったので終了いたしました。ありがとうございます。生中継やったのもな、はい、そして全部で5試合やったんだね。5試合やりまして、天皇杯入れてね、リーグと天皇杯、ね、見ていただいた方、そして投げ銭していただいた方、特に投げ銭をしていただいた方、そして励ましの言葉をいただいた方、ありがとうございます。最終戦にね、私が苦毒ですね、あげておりました、うん、ビタミン野菜、池田選手が飲んでいるビタヤというんですけど、そう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 、それね、映るかな、これ、そうそうそう、それ、今日は画面いっぱいのビタミン野菜でこれからじゃあお送りしようかなと思うんですけど、なんとこれを差し入れしていただく方まで出て、あの ZA で、はい、あ、いただき、秋のボンズパークかでいただきまして、うん、ありがとうございます。これからもですね、このビターチャンネルはですね、このビタミン野菜、通称ビタヤをですね、これからも押していこうと。あ、これ通称ビタヤなの。ビタヤと呼んでるんですよね。これをですね、私はあの週明けイレブン並びにビターチャンネル、並びに特に週明けプラスでもですね、公式飲料としてですね、なるほど、押していきたいと。オフィシャルサプライヤー伊藤園、はい、と思っているのでですね、伊藤園さん、はい、オフィシャルサプライヤーに僕が勝手にいたしましたので、これからも飲み続けて、あのピントがフォーカスが合わない、合わないの。伊藤園さん、ぜひ公式番組スポンサーサプライヤーとして担当者の方ご連絡お待ちしております。ごくごく飲んでます、ね、はい、今日マナちゃんにも1本あげたら美味しいということで、うんうん、ありがとうございますと。ですね、そんなことがありましたと。ありましたっていう、まあ、どうですか最終戦、まあ、いろんなドラマがありましたが、関東リーグ自体の最終戦がね、他会場を含めていろんなことがありましたが、君はボンズパークの現場にいて、やっぱね、やっぱずっと回してると自然と一個のチームに情というものが生まれますね、うん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 、やっぱり勝ってほしいなという思いで見てましたけれども、結果、特に昇格というか、あのチャンピオンズリーグ出場がかかった本当に大事なゲームだったかな。そう2以上になんなきゃっていうな、うんうん、まあ、あの結果的に残念な結果になっちゃいましてね、うん、今回はですね、そのまだ監督としては数ヶ月の、はい、岡山さんのインタビューをしたいなと思って声をかけたんですけど、うんうんうん、岡山和成監督、はい、ちょっと無理やと、うん、ちょっと喋れへんと喋れへん、まだ気持ちの整理がつかんと、気持ちの整理がついていないということでした、うん、で、あの僕はですね、その後カメラを回さずにちょっと1対1でお話をさせて、うんうんうん、いただきましたけれども、そこでね聞いたお話というのは、うん、僕の胸に秘めてそうだね、うん、置きます。喋ってもいいタイミングが来たらな。そうですね、喋れるけど、うん、で昨日僕がゲリラ配信でやった人たちの特典として、その岡山さんと話した内容をちょっとだけ公開したので、あ、日曜日の真夜中にやってましたね、はい、僕は聞きましたけど、はい、そっちでもうすでに非公開ですから、あ、もう見れません。リアルタイムに聞いてない人にはもう、はい、もう流すことはないです。日の目を見ることがない動画ですから、はい、でいろんな選手ともお話をして、うんうん、まあ、あの一個のチームをそうやってやるといろんなことが見えてきますけれども、うん、まあ、この経験をしてよかったなと僕は思ってます。でこの経験を経験だけで終わらせずにね、うん、週明けイレブン並びにビターチェーンヌの方で生かしていきたいなと私は思っております。そうですか、はい、で次回の関東リーグはお好きですかの方で
ですね、うんうん、その僕のまたインタビューした動画が流れますので、うん、ぜひそちらの方も見ていただきたいなと、思って。誰をインタビューしたかは今言えるの？おっと、この私のスマホにあのスラックって気にしないでください。今秘密のやつがいっぱい来て、奥さんからじゃなくてよかった、ね、いろんなものが出てきますよ、私の携帯にね、はい、しかしね、夫の参謀長の週明けプラス、プラスはアーカイブで、ね、先週、ね、10月の1日の都民の日に喋りました。アーカイブで残ってますけれども、まだあれはね非公開にしません。いや素晴らしい、やっぱね、俺もねあれを見てね、あれぐらい喋れるようにならないとダメだな内容濃いのにタンクトップっていう、あの汚ねえなそうそう、あれね風呂上がりだったもう寝る直前みたいな、絵は考えないっていうね、絵面とかは考えない、そうそうそう、絵で勝負しないから、うん、内容で勝負って、あの皆さんね、ぜひ聞いて、ラジオを聞くのように聞いてもらえば、聞いてほしいなと思いますけどもね、やっぱね、ちょっと10月に入ってさ、ああいうのを見てさ、うん、俺も頑張んなきゃなと思うわけですよ、はい、でね、まだ皆さんにもちろん言ってないけど、そのこの前ちょろっと話したじゃないですか、うん、新企画の話、その女性が、まあ、大きく言うと女性の絡んでいる話あるじゃないですか、うんうんうん、で僕これ顔を出さないのにはもう一個理由があって、うんうんうん、僕自分に自信がないんですよ。なるほど、うんうん、そんなにかっこよくないしどっちかっていうとブサイクな方だなるほど、うん、はい、あの気持ち悪いオタクサポーターなわけですよ、私は。なるほどなるほど、うん、自分をそう分析しているとそうなんですよ、はい、僕はね、あの常にねリスペクトを持ってブーイングするサポーターが嫌いでね、うん、すぐにあのなんだ今投げ銭に反応しちゃいましたけど週明けイレブンの方のね、はいはいはい、すぐに出禁にしろとかって叫んでしまうようなオタクサポーターなわけですよ、うんうんうん、だからね、ちょっとその企画につながる、ね、ものをね、このビターチャンネルで僕やりたいなと思ってて、はいはい、でまず1個、うん、何で自信持てるかなとかっていろいろ考えて、考えに考えた結論、うん、俺痩せるわ。なるほど、ダイエット企画、うん、をやろうかなって、おでやりたいので、痩せなきゃいけないなってずっと思ってんの。また見てはいけないものが、ずっと見て思ってんのでね、いいから、ライズアップならぬバモザップをしなきゃいけないなと思って、それをおっと、はい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 、そうそうって思っててさ、うんうん、それをちょっとさ、ビターチャンネルで何かやろうかなと思って、でまず1個ね、うん、やっぱ人に見てもらわないと俺できないなと思って、うんうんうん、あ、その再生回数的にねとか、誰にも見てもらえてないんだったらちょっと孤独だし心が折れちゃう企画だから、そうとか、あと監視の目がないとダメだなと思って、監視っていうかさ、監視ね、うん、見られてるぞと、そう、うん、っていう意識を持ってやんないとダメだなって思って、うん、そうじゃすぐサボっちゃうぞと、そうそうそう、うん、って考えてるの。これ相談、はいはい、聞きます、うん、これ相談なの。どうぞ。どう、それやろうと思ってんだっていう相談いいと思うよ、うん、っていう答えで、はい、でね、うん、いいんじゃない、やった方がいいんじゃん。インスタグラムあるじゃん、はいはいはい、そこにビターチャンネル、うん、週明けイレブンだっけ、なんだっけ、ビターチャンネル、インスタのアカウントってビターチャンネル、そう、ビターチャンネル、はい、ビターチャンネル、インスタグラムが最近できましたんで、そうそう、まだの方はぜひフォローお願いします。 URL これには貼ってあるからね、はい、見てほしいけど、ぜひフォローください。なんかそこに写真あげんの、体重とか載せようかなと思って。あ、なるほど、うん、いいね。で俺今までラーメンとか好き勝手食べてたけど、うん、それを2週間に1回にする。なるほど、あの絶対食べないは心が折れるから、まあね、うん、無理しちゃいけないよ、うん、って思ってて、でさ、そのでもいざやるって言っても俺その大してさ知識があるわけじゃないし、はいはいはい、なんか金かけてどっかに通おうっていう気もないの。そうだな、うん、あの例えばジム通いとかな、そうそうそう、で形から入りたくないわけ、そうやって、ましてやなんかリンゴダイエットとかそういう無茶なことやりたくないだろ。そうそうそう、うん、なんかいい方法ないかなっていうのを、そうそうそう、意見を皆さんから欲しいってこと、うん、こんなダイエット方法あるよみたいな、マモちゃんでもこれならできるよ。いやだからね、そのね、あの毎日食べてるものとかをインスタグラムに上げるから、うんうんうん、なんかそれで少しずつ
なんだろう、意見っていうかね、誰かそれをこうもうちょっと糖質減らした方がいいんじゃないとか、うん、そういう意見をこう投げかけてほしい、投げかけてほしい。でそれをね、自分でももちろん頑張るけど拡散してほしいんだよね。ああなるほど、うん、っていうことをやろうと思ってて、ずいぶん思い切った企画というか思い切った発想ですね。っていうかね、なんかこっそり内緒で頑張るんじゃなくて、毎日食ってるものをさらすっていうね。そうそうそう、 しかもそのさらされた側からしてもね、だからなんだよって突っ込みたくなるようなものを食ってるわけじゃないですか、うん、そう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 、こいつ本当に痩せる気あんのかよってみたいなことをね、うんうんうん、それでもね、何か言葉が欲しいんだよと、うん、なんかね、ちゃんとそう、でもなんかね、それだけ週明けイレブンにはもしくはビターチャンネルにね、その自分の何かをさらけ出さないと次に何もつながんないなっていう風があって、ね、ともかく僕コミュ障だから自信がないんですよ、はい、大して面白いことも言えないし、はいはいはい、特にね、6年間男子校にいたっていうものね、その女子とのディスタンスが長いことで ね、 そうだね、結局ね、20代の時にね、本気の恋をしてないんだよ本気の恋って出ましたか、はい、うん、今ね、今見てるみんなこれ面白くなりそうだから、今ね本気の恋をしたことがないバムちゃんです。30ちょいでなんですよ、うん、でもこの年齢に30過ぎましたとでね、はい、そのよく言われる、僕別にその地域リーグのサポーターで独身でなんかオタクでとか大丈夫そういう人いっぱいいるよっていう声はいらない。ああそんな慰めは俺には慰みにもならないし、なんか例えばどこどこのチームにはこんな太った人がいてね、ずっとね独身でやってるよっていう、そういう寂しい人にもなりたくないわけ。でね、この年齢になってね、まだ早いかもしれないけど10代20代の子を見てて思うわけよ、うん、本気で恋してんのかお前らと、うん、なんならね、この番組でね、僕はもう本当婚活番組やりたいぐらいな。あ、そうなの？どこどこのサポーター、はい、どこどこのサポーター集まる、ね、そういう系ね、そうそう、うん、焚き火の前で2人語らせるとかね、うん、それの司会をやるとかね、うん、みたいな、マッチングだ、そう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 、縁結びだ、そうそう、はい、まあ、ここまで来るともう何言ってるかわからないっていう感じだけどね、やっぱね、その僕もやっぱそういう風にやっぱ思ってさ、っやっぱ一時期さ、学生の時にその大学入ってやっと女子というものを触れ合うのに本格的になって、うんうん、ずっと男子校だったからな、そうそう、サポーター以外とは触れ合うことがないわけ、うん、大学行ってようやく、そう、それそのもう18、19、20歳のお嬢さんなわけでしょ、出会ったのがね、そうそうそう、うん、でさ、それはマムちゃんも興奮するよね、さ、はい、でもやっぱり結局さ、その時ってのは僕も洗脳されてて、いや、今日は大事な試合があるからなんですね。ああ、そうか、もうサッカー、J リーグ追いかけちゃったから、そうそうそう、自分の声に力があるっていう思い、ストイックなサポーターだったわけだ、思い込んでた時代、まあ、それがね、僕、40歳の今、クソジジイが本気で言ってる人より痛くなくなったのは、そのおかげなんだけど、はい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 、はい、うん、はい、でもやっぱり、ね、今現在、進行形でね、40ぐらいの人でもそういうね、うん、ストイックな人いるからね、そうそう、それに比べれば、自分は二十歳前後で、うん、もう一回通過儀礼をやったよっていうね、そうそう、まあ、うん、結婚してそれ言ってる人が一番立ち悪いんだけど、実は、なるほど、いいね、うん、はい、いい分析ね、はい、やっぱりね、ちょっとそのブランクっていうのは、僕の人生においてもやっぱ大きいわけよ、その大事な二十歳前後の時期を、うん、J リーグの試合をホームもアメーも追いかけるために使ってしまい、そう、せっかく大学に入ったのに女子とのコミュニケーションを取る時間を極力削ってきてしまったことに今更ながら後悔、後悔を今井端監督 の、 顔を見ながら思うわけ、週明けイレブンの今モニターを見ながら、ね、見てね、でね、結局行き着いたところがね、もちろんビターチャンネルというね、素敵なこのコンテンツが揃っているところで、はいはいはい、まあ、僕、まあ、僕がメインコンテンツなのはもう曲げないんですからね、はいはい、その番組に関わらせてもらって僕は非常に今感謝してるわけですよ、うんうんうん、だけどもね、周りを見渡してみるとね、うん、野郎しかいないんですよ、そうなん、特におっさん、そう、うん、僕はね、それが結局ね、男子校時代から変わらないよ、そうだな、うん、30歳になっても、うん、あの10代と同じような人間関係だな、そう、はい、でそこでね、カメラが回ってないところではね、えげつない下ネタを言ってね、笑いを取ってね、バカ話をしてるわけ、うん、もうこれだとまずいなと思って、一年復帰しようと思って、だったら番組のために何かやろうと思って、でそこで最初の話に戻るけど、まずは痩せたいと、そう、まずは痩せないと、うん、
細マッチョを目指そうと、うん、そう、うん、なるほど、ちょっと目指して頑張ろうかなと思ってて、うん、だからサンボチョ見てて OK。 じゃあなんかあのハッシュタグ作ればバモザップ100日チャレンジとかなんかそういうハッシュタグ作ってさ、うん、まず今ちなみに体重何キロですかって聞かれると思うから最初に言っておきますけど、みんな気になってる、昨日測りました、お、はい、72キロです。お、意外とあのそんなんでもなかったな。いやでも、ね、俺今85ですとか言ったらおおって、いやあのヘズマで、じゃあ身長は、身長170ちょうどなの、170の72キロ、そうややだね、うん、これやばいでしょ。あ、じゃあ先に聞くよ、目標ゴール、ここをクリアするのが最初のそのダイエットっつったって何キロっていう、やっぱねベスト65キロじゃないか。じゃあ身長170で65キロ、うん、ってことはマイナス7キロ、うん、まあそんなにあの無茶なあれじゃないな、ほら25キロ落としますとかよくあるじゃん。50キロに、あ、57キロになったら生きてけんのかね。いや、いるよ。でも身長170ぐらいで57キロって、もうさ、長距離ランナーとかさ、ボクサーとかそれぐらいだもんね。本当アスリートで体脂肪 4%、うん、まあ、そこまでやる必要ないけど。そうだね。でも65はまあまあ、あのいいよね、うん、ちょっとそれ目指してやろうかな。多分ね、すごく体軽くなると思うよ、うんうん、で、なんかそれの報告番組にしようかな。何をこれをクルマの小林じゃなくて、インスタでインスタグラムでその報告やっていこうかなと思って、うん、でそれを話題にしながらあのちょっと進めていこうかなと思って。じゃあそのインスタで何を食べたかを写真で公開しながら、うん、あ、こう週一でクルマの小林、この動画では最近ダイエットのどうっていうのは、うん、あのコーナーの中にね入れていけばいいんでしょ、うん、でね、どっかのね、あのどっかのね、あの某大サーカスのね、はいはい、あのクロちゃんみたいにね、嘘は書かないから、はいはい、今日はゼリーしか食べてないシーンとかそういうことはやらないから、はいはい、うん、ちょっとやっていこうかなと思って、うん、でそういう風に宣言しとかないと自分がブレるから、うん、あの自分のためにね、うん、もう完璧にこれ自分のためにだけど、うん、皆さんにお伝えしようと思って、うん、だから参謀長見ててよ、OK、見てるし、うん、あのこれを今、あ、やばい、はい、見なかったことです、はい、はい、まあ、こういうことも起きるのもね、そう、まああの、はいはい、ここカットでもいいからね一応確認だけしてね、言っとくけど、あのそれでね、見てる人には、うん、ぜひ、やっぱりね、そのダイエット企画だろうが、うん、何か資格を取ろうとか、こう一人の人が目標を決めてチャレンジしようって時にさ、うん、やっぱ孤独な戦いになりやすいので、うん、ぜひ皆さんに励ましをお願い、金邪魔しをしてほしいってことが私大田のサブ長からの今見て聞いてる人へのお願いなので、ありがとう、無視しないでっていうね、無視はしない、無視をしないでほしいね、うん、別に大して減ってなくてもあのディスらないでほしいっていうね、うん、温かい拍手、温かい拍手をね、うん、でまあ65キロまで行ったらみんなでよく頑張ったねと、うんうん、あの痩せろって書いてあるコレオ の動画とか俺喜ぶな。なるほどね、その励ましちゃんとだね、要はね、そう、うん、バモちゃんを励ますちゃんとだな、そうそう、励ましゲーフラか励ましちゃんとお待ちしてます、それを録音して送ってほしい。OK。 いや、いいじゃん、だからそういうのがいいと思うよ、うん、みんなでね、それなんかみんなで作っていくダイエット企画、うんうんうん、なんかあの一人のこういうド素人でもこんなことができるんだよっていうのもやってみたいしさ、あとまあ そういうのはいいと思うけど、その根本的そもそも論で言っていい、うん、あの多分ねニーズはないと思うんだ、そんなに、うん、ないと思う、うん、あのなんかどこだか分かんない、誰だか分かんない人がなんかダイエットにチャレンジしててインスタに何食ったか分かってるけど、うん、あの本当にあの忙しくね一生懸命生きてるからあんた誰みたいになりやすいじゃん、うんうん、それでもそんな、うん、あんた誰っていう圧に負けずにね、うん、やろうとするこのひっそりこっそり企画になるから、うん、まあそれがあのガマちゃんっていう一人の男がだよ、うん、30歳を過ぎてさ、うん、男子校と野郎のサポーターに囲まれて、そして今はあの男ばっかりのギターチャンネルに囲まれてるね、うん、マモちゃんの30年間を考えればさ、うん、やっぱり素敵な出会いと、そう、本物の恋、本物の恋よ本物の恋ってやつがあったって、それぐらいは
それぐらいあったっていいじゃないかって、ね、そうそうやっぱ自分でねやっぱ美しくならないとダメじゃん。でそのニーズはねえかもしれないけど頑張るよっていう宣言なんだけど、もう一個質問、そもそも質問だけど、うん、その痩せて、結局なんか女性と出会いたいっていうことなの、その結果痩せた後は。痩せた後でも痩せてすぐ女性のなんか企画をやろうと思ってたっていう話の下りからその前に痩せなきゃっていうのを言ってたんだけど、うんうん、痩せた後はどうするの？その企画をやるために痩せるの。だ痩せたらどうするっていう周りは一応言い切っておいた方がいいんじゃない、うん、痩せたらどうする、その65キロになった暁にはまずこれからこういうことからやりたいと思いますっていうぐらいは一応そう、ね、宣言として言えばあって、やりたいのはそうだね、どこまで言っていいのかな。まあいいよ、なんか言ってよ、なんかあるかな。そうね、女子会やる。女子会、バムちゃん一人プラス他全員女子会、うん、OK、をやる、やりたいのね。やりたい。なるほど、うん、まだそこまでしか言えない。でもその女子会はさすがに顔出しだな。うん、お面して出る。お面するの、うん、痩せた僕をご覧くださいみたいな。そうそうそう、OK、今の姿分からないでね。 OK OK OK。 あとなんかそれはサッカー関係につながってるっていう理解でいいですか。いいです。 OK OK。 多分つながります。 OK、 いいよ、うん、と僕は思っています。 OK、はい、うん、そしたら僕も自信がついてね、あの週明けプラスみたいなね、堂々たるねタンクトップ姿で出れるようになるからね。そうか、うん、僕今タンクトップで出れないもん。ああ、そうかそうかそうか、うん、なるほど。そう、アンダーアーマーのあのキツキツのインナーシャツを着てね、痩せてるように見せないといけないから補正下着みたいなね、補正下着みたいなね感じでね、うん、偽岩木 FC みたいな格好しないといけないからさ、はい、うん、はい、いやしかし週明けイレブンの今本編目の前で見てるけど、皆さん取材費中ですけど、取材費をたくさん投げていただいて、スーパーチャットがさ割と投げていただいてるの本当ありがたいなっていつも思ってるんだけどさ、ね、もう淡路島の取材で使ってほしくださいとかさ、いや温かいじゃないの、温かいね。ちなみにですね、このバモちゃんの来るもの拒まず去るもの追わずでもですね、このしあの投げていただくとですね、漏れなく取材費に、そうだね、あの使われますので、うん、皆さんぜひ、私もですね行くんですよ。あ、そうそう、バムちゃんもねチャンピオンズリーグ1次ラウンドからやりますよ。そうですよ、行くんですよ、バモカメラ。そうだから僕もこの番組関係ないわけじゃないんですよ、うん、だからこの来るもの拒まずもねプレミア公開毎回するんでね、うん、ぜひこのバムちゃんに頑張ってほしいっていう方はぜひお小遣いでいいのでスーパーチャットで投げていただける方はぜひお願いしますと。はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。かれこれもう今30分近く話してるんですけど、あとはとりあえずいいですか。はい、大丈夫です。10月入って、まあ、ここから10月はちょっと1回ね、まあ、J リーグはと JFL はやってるけど、うん、あの次の11月のチャンピオンズリーグまでね、うん、僕らもなんかあちょっと JFL 行こうかなとか。そうです、ね、今度バモともね、うん、僕とちょっと旅しますから、ね、今度そうそう、まあ今日言わないけど来週あたり宣言するけど、私ごとのサポーチとバモちゃんが2人揃ってある JFL の試合会場に行く予定なのでね、土日かけて行きますよっていう予告をね今夜のこの車のごまずで言っとこうね。行ってきましょう。お待たせしました。2人で旅する、ね、そうそう、2人で旅して、いやーいやーみんなお待たせと、 JFL の JFL フリーク諸君と、そう、あの頃の、ね、来たよと、あの頃のねロック相当の DVD の時代が戻ってくる。そうそうそう、車のごまずでおなじみの2人が、うん、いよいよ JFL の公式戦にやってきてる、うんうん、ということ、それをお知らせしとこう。そうですね、お知らせしておきましょう。もう皆さんと別れて寂しいな、うん、もういいんじゃないか、いいかな、十分。もう皆さんこれで楽しんでいただけましたか。いやまあいいんだよ、もうほら一回君もね昨日で本当に、うん、ヘトヘトになって疲れてるさ。そうそうそう、なんならあの男子校時代にいたダッシュ爺さんの話がしますけど大丈夫ですか、うん、まあ、おいおいやればいい、おいおいやりましょう、ね、あと君が突然深夜にそういうの始めればいいじゃない。そうだね、やろうやろう、まあ、みんな忙しくね生活してる真っ最中なんで30分ぐらいでいいんですよ、うん、ということでじゃあ締めましょう。皆さん、最後まで、聞いていただいてありがとうございました。たまにはいいんですよ、あんまりサッカーの中身がない放送。いやもうねたまにはそういう回、たまにはそういう回使ってる、うん、これからね、これからもう嫌っていうほどサッカーが割れることになるから僕らもね、だからあのね語る話なんか、サッカーの語りたくなる話なんかいくらでもバムちゃんここから出るよ、うん、
そうよ。だから今週ぐらいはね、ちょっとサッカーに関係ない関係ない話をしとこう。じゃあ締めよう。はい。皆さん、サポーターでどんなに応援しても痩せることはありません。これは私の人生経験上そうです。跳ねても痩せません、痩せたいならサッカーしましょう。ということで皆さん、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。さようなら。